ホラギキャラ設定解説、まとめ版。ホラギキャラ設定解説。今回紹介するのはイブからイブだぜ。イブは2012年に小売市によって公開されたホラーゲーム、イブに登場する主人公であり9歳の女の子だな。両親と共にゲルテナ展を見に来たんだが、あるへの影響によって異世界と思われる美術館に迷い込んでしまい、脱出を試みようとするぞ。しかし、9歳という年齢のためか難しい漢字を読むことができず、ゲーム内でもハテナ、と表示されるのが特徴だ。容姿は茶髪のロングヘアーに赤色の瞳、赤いスカーフに赤の靴などとにかく赤色が目立ち、ゲーム内で HP 代わりとなるバラも赤色だったりするぜ。基本的は気は良いようで、オープニングでも両親には9歳でありながら行動を心配されるような描写はなく、普段はいい子であることが伺えるな。しかしそれもそのはず、実は彼女は公式設定曰くお嬢様であることが明かされており、そのためかギリギリ丈の長いスカートを履いていたり、高級そうなハンカチを持っていたりするぞ。またハンカチはメインキャラであるギャリーが使用することをためらっていることから、マジの高級品である可能性が高いぜと。ここから先は実際にゲームをプレイして確かめてみてくれ。今回はここまで。ホラギキャラ設定解説。今回紹介するのはイブからギャリーだぜ。ギャリーは2012年小売市によって公開されたホラーゲーム、イブに登場するメインキャラの一人で、主人公であるイブ同様に不思議な美術館に迷い込んでしまった人間の一人だな。見た目は紫髪に濃い紫のメッシュがかっており、ボロボロのコートを着用していて非常に高身長、また下はタンクトップを着ていたりするぞ。20代前後であることしかわかっていないが、年下であるイブを終始気遣ったり、初対面だったメアリーというキャラに対しても明るく接したりと、年齢以上に頼りがいのある優しい人物だ。しかし、このキャラここまで優しいお兄さんといった印象を見せておいて、実はお姉であり、物語中も終始〇〇はね、〇〇よとお姉口調で話し、一人称も私、また性格もやや女性的だったりと、一風変わったキャラクターとなっているぜ。だが、公開当時お姉という存在が珍しかったためか、イブの人気投票で1位を取ってしまうくらい人気爆発した超人気キャラでもあるぞと。ここから先は実際にゲームをプレイして確かめてみてくれ。ちなみに公式曰く趣味は喫茶店巡りだったりするぞ。今回はここまで。ホラギキャラ設定解説。今回紹介するのはイブからメアリーだぜ。なお、今回の解説はイブの重大なネタバレを食らう可能性があるので十分に気をつけてくれよな。メアリーは2012年に小売市によって公開されたホラーゲーム、イブに登場するメインキャラの一人で、見た目10代前半くらいの女の子だな。金髪壁眼の絵に描いたような美少女だ。金髪に青い目、服装は緑のワンピースに青いリボンのスカーフと、いかにもご令嬢のような感じの風貌をしているが、実際にお嬢様なのかは定かにはなっておらず、最終版にならないとその詳細はほとんどわからない。性格は明るく活発で、初対面のイブに対しても好意的に接したり、自らいろんなところへ赴いたりと、かなりアグレッシブだ。しかし、目的ははっきりしており、自身の父親に会うためにイブたちに協力してくれるぞ。だが、ストーリーの終盤、実は彼女はある言葉をイブに問いかけていた。それはもしもここから出られるのが二人だけだったなら、イブは誰と外の世界へ行きたい？メアリーはなぜこんな言葉をイブに問いかけたのか、メアリーの正体は何なのか、みんな自身の目で確かめてくれよな。今回はここまで。ホラギキャラ設定解説。今回紹介するのはイブからゲルテナだぜ。ゲルテナは2012年に小売市によって公開されたホラーゲーム、イブに登場するキーパーソン的キャラクターで、ゲーム内でその姿を拝むことはできない謎多き人物だな。フルネームはワイズ・ゲルテナで、主人公イブが訪れた美術館にて個展を開いているんだが、物語開始時点ではすでに個人となっており、またゲーム内での説明から彼と表記があるため、おそらく男性ではないかと思われるぞ。ゲーム内で登場する赤い服の女、無個性などは全て彼の作品であり、現実には実在しないものを描く芸風から見る人を引きつける、ある種天才的な芸術の才能を持つ人物であったが、その人生の詳細を知ることはできない。また、ゲーム内での記述には実は彼には孫がいたことも明かされているが、孫がどのような人物だったのか、どのような家族構成だったのか、その一切すら不明だ。でも孫がいることだけ記載が残ってるってことは、もしかしたら孫溺愛の可愛いおじいちゃんだったのかもしれないな。と、今回はゲルテナはどういう人物だったのか、みんなも考えてみてくれ。今回はここまで。